はい、どうも、こんにちは。今回また Life is Strange 続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、まあ、寮で一通り終わって 寮で一通り朝を終えて、この SNS、SMS と書いてるけど、まあ、ショートメッセージであったように、このクロエが今日朝ごはんを食べる予定してるから、今ここに来たって感じ。学校でのごたごたを終わらせて、今、ここの、え、なんか違う。番号ちげえじゃん。てか、羊。別扱いなんだ。じゃあ、パパとあれだな。待てなわけで、まあ、いろいろあったんだけど、まあ、今回はまあ、普通に楽しく食事できればなと思うわ。じゃあ、やっていこうか。じゃ、まずこいつ話しかけよう。ジャスティンっていつもだるそう。こんにちは。何してるの？授業サボってスケボー行く前のコーヒーブレイク。あ？マックスこそ写真撮らないのか？撮った撮った。いつも撮ってる。写真ならいつでも撮ってるよ。私自身がカメラだもん。何それ、ウケるね。でも俺、笑いの沸点超低いからな。ん。ちゃんと学校に行きなよ。ああ。そっちこそ宿題やったのか？ああ言えばこいこうつ言う。は。そういえば、トレバーとデーナの件は知ってるの？付き合ってるってトレバーから聞いたよ。ぼーっとしてる間に先越されたってわけ。じゃあああ。な、マックス。で、これさ、こいつら何専攻なんだろう あまりにも写真とかも撮らないんでしょ？でも芸術ってわけでもなさそうだし、何やってんの、こいつら。トレバー。よー、マックス。そういえば、寮で俺のこと見たって？ああ、いたっちゃいたか。いたっちゃいたかもな。部屋から。うん、デーナの部屋から出てくるとこ見ちゃった。さっきジャスティンにも言ったんだ。こいつもデーナを狙ってたから。ジャスティンの反応は？聞こえすたよ、さっげえ怒き。ってたけど大丈夫。うん。隠し通すことも無理だしさ。じゃあまた授業で。この距離で言うなよ 今の会話も聞こえてるよ、ジャスティンに。絶対聞こえてるわ。あ、ボックス席。あ、ここに座れるんだ。オッケーオッケーオッケー。家族でホエールウォッチングって行ったことないな。すごく楽しそう。もうすげえ。いや、これいじれんのダメでしょ、いじっちゃう。これってケンキージーとおばさん？うわ、すごい。誰、有名人？ジョイスへ、オレゴンで一番のバーガーと穏やかな時間ありがとう。これからも頑張って、ケイより。有名な人なのかな？漁師たちの栄光の壁だ。いいじゃん、いい歴史あんじゃん。ツーホイールズダイナー釣り大会、今月の優勝者。おお 読まねえけど。お母さんに挨拶していこうぜ。できないかな。どれも美味しそう。本当だ、どういう店なんだ、これって。話しかけられないのか。じゃあ座るか、とりあえず。もう知らない客に話しかけないだろ、普通だって。気づいてもらえるかな。あ、気づいてくれた。よく気づいたな、でか、もはや。ああ、久しぶりだね。すっかり綺麗になって、元気にしてたかい、マックス。母おばちゃん。さん、また会えて嬉しい。変わらないね。ウェイトレスをやる以外、取り柄なんてないからね。今いでも美人だって意味。口がうまいね。昔から利口だった。うちのクロエにも見習ってほしいよ。あの子ったら、また揉め事を起こしてね。義理のお父さんがクロエを。そりゃクロエからしたらデイビッドは悪者だけどね。お、なんか聞けるの本か？当は違うんだよ。いい人なんだ。ただ、おばさんが結婚した人だもんね。でもあまりクロエを責めないで。マックスが戻ってきたんだ。これでクロエも少しは落ち着くだろう。まあまあ少しはね。クロエなら大丈夫だよ。クロエとおばさんが大変だった時に電話もしなくてごめんなさい。今じゃ家族はシアトルで、私は街で一人ぼっち。バチが当たったね。謝ることはないよ。あんたは前に進んだのさ。おばウィさリアムが死んで、私もそうした。でもクロエは今でも納得してない。とにかくまた顔を出しておくれ。ん。え、その言い方あのも。子には友達が必要だ。ウィリアム王子さん、亡くなったんだもんね。う私も寂しいよ。ありがとう、マックス。思い出だけでも十分なんだよ。ん。おばさん。クロエはまだ分かってないけどね。
クロエわかってる。クロエは変わった。わかってんじゃないですか。クロエはわかってるよ。ただ時間が必要なだけ、うん、おばさんは大変だろうけど。どこまでやりゃ気が済むのか。大学、家で、タトゥー、ピアスに真っ青な髪。今は義理の父親に反抗してばかりだ。まあそれだけ聞くとね、気持ちはわかるけど。それだけ聞くけど、聞くと問題児だけど。うちでの件でもあんたが火に油を注いだようなもんじゃないか。また黒い、まさか黒いブツとは私のせいにしていれば。どっちよ、女の火に油注いだようなもんだしねって言われてさ、まさか黒いブツとはって。いやまあでも文脈的にはこっちじゃないの。私のせいにしてればこんなことにならなかったのに。でもクロエも悪いんだよ。デイビッドは戦争でもう十分苦労した。彼なりにクロエや生徒たちのことを気にかけてるんだ。だからってケイトのことも。あ、ケイト、そうだね、ケイトのことも。ケイト・マーシュのことも。名前は聞いたことあるけど詳しくは知らないね。知らないよな。お互いの仕事には口を出さないんだ。言い争ってるところを見たから理由を知ってるかなって。探偵ごっこかい。悪いけどあんた以外で心配な子は一人だけさ。それだけで手一杯だよ。あ、まあまあ黒いわね。肝心なことを忘れてたね。注文は何にする？え、じゃあどうしようかな。ベーコンオムレツかベルギーワッフルか。まあでも朝ごはんだしさ、ワッフルを俺あんまり朝食として見てないから普通にオムレツ頼もうかな。じゃあベーコンオムレツをずっと食べたかったの。すぐ持ってくるよ母ちゃん。なんだな、コーヒー。あ、まだ入ってんのか、びっくりした。白いカップなんだけか。見る。ベーコンオムレツメニューも値段以外は昔から変わってない。かわいい、この、ま、あれ。うわー、読まない。これは読まないわ。これはもう家庭の味とだけ読むわ。入ったよ。あ、どっちが高いんだろうね、ワッフルと。メニューも値段以外は昔から変わってない。ベルギーワッフル。どれだ？どれだ？ダクネ？あ、あった、ベーコンオムレツ 6.5。ベルギーワッフル&フライドフィッシュだけど、そっちの方が若干高いんだ。ベーコン上がるよ。おいしい。笑える落書き。ウォーレンが来たんだ。本当は X プラス Y イコール Z。見る。やっぱコーヒーはブラックじゃなきゃ。窓。いつ見ても不思議な灯台。うん。このまま時が止まればいいのに。なんか光ってない？今なら巻き戻すことはできるけど。時間を止めることはできない。いや、それフラグじゃないの。時間止める。ベーコンにしときな。慕われてんな。でもやっぱこの町の人に慕われてるというか。できたよ。じゃあ一杯飲みますか。じゃあ。全てがデジャブみたいに感じる。これは過去、それとも今。確かに不安になるよな。注文だよ。何すんの俺これから。何すればいい。お腹の鳴る音が響いてるよ。さあ、おばさん、ちょっといいタイミング来ましたね。おばさん、よだれが出そう。多いな、確かに。しかし大人になったもんだね。クロエの写真なんか見てると。なんすか。あら、噂をすれば来たね。ファンキーが来たね。ファンキーが。感動の再会は済んだ。またただ飯を食べに来たのかい。あんたのツケだけで家が買えるよ。今日は私のおごりだから。バカ言わないで。クロエを助けに戻ってきてくれたんだ。サービスしとくよ母ちゃん。余計なお世話だよ。いや、もう今日でよく言うよ、この子は。また始まったよ。もう軍曹とママのダブル説教は聞き飽きた。嫌ならその呼び方をやめな。あ、軍曹。あんたはベーコン1枚で十分ね。関係よ、関係が微妙に悪いじゃん。誰とも変わらないね。もううんざりだよ。なんだこのひどい曲。さて本題だけど、
おお、ファンキー、ファンキーだね。教えてくれよ。教えるもん何も、あの巨大な竜巻を見た理由だってわかんないし。それはわかんないよな。これは夢だってば。それより実際に見せてよ。私だってよくわかんなくて。とにかくやってみてって。ほら、お前の記憶忘れるよ。クロエのポケットの中身を全部言い当てるよ。投資までできるのか。何でもありだな。これで出してもらって覚えるんだ。覚えて戻って言うんだ。いいよ、やってみて。でも黒い側の記憶がさ、とりあえずは一回失敗しちゃダメなんだよね、多分これ。だから車のキー、簡単すぎるだろう。じゃあどんな、当たっちゃったよ、当たっちゃったって。ドクロ、パンク少女っぽいドクロのキーホルダーかな。おいおい、惜しくもないぞ。それじゃ種明かしにポケットの中身を見せて。これですね。こっからっすよ、本題は。まったく全然ダメじゃん。ちょっと信じてたのにさ。でこれさ、戻っても結局さ、クロエの記憶が関係ないからダメじゃん。見る、覚えてマックス。一個ずつよく見て。あ、これは言わないといけないか。持ち物を覚えなきゃ。パンダか、これ なんだこれ。パンダか、タバコ、お金、これは警告、あれか、注射のやつか、切符か。パンダか、これ。パンダなのか、これ。行くぞ。じゃあ、これクロエの記憶は更新されないからな。まあ別にそんななんかすごい。それじゃあポケットの中身を当ててみせるよ。そうだね。オッケー、いつでもどうぞ。全部ある。タバコでしょ、まず。ポケットにタバコを入れてるでしょ。そりゃそうだ。うわー、わかんねえ。いやでも結構あったよな、結構あったよね。13本あるはず。そんなに残ってるわけないじゃん。それじゃ種明かし。いやもう、あー、そっか、見ようか。いやもうそこまで聞くの、クロエ。そこまでじゃもう小銭も覚えないとダメじゃん。全然だ。ちょっと。よし、一個ずつよく見て。そうだね、これはまあ覚えですよね。持ち物を覚えなきゃ。でこれ待って、胸のハート出るんじゃない？胸のハート。テスト出るでしょ。これが7本か。7本。これが何ドルだこれ。わかんねえよ、通貨が。通貨の見方がわかんねえよ。あ、1セント書いてるな。あれドルか。4ドルと6セントか。4ドルと6セント。こわ、いやー、これマジか。9月21日の10時34分。OK。行こうか。9月21日の10時34分ね。OK。ちょっと俺の頭の悪さ出ちゃうからやめてくれないかな。あんまりやんの。それじゃあポケット。OK。行くぞ。あ、タバコ。ポケットにタバコを入れてるでしょ。そりゃそうだ。じゃあ本数はわかる？ 7 本です。7本ある。タバコの本数が分かる能力、面白い。全部聞く。すごいじゃん。他には何が入ってる？お、いいぞ。100% 当ててやる。じゃあお金。お金。4ドル6セント。そりゃいくらかはね。金額は4ドル6セントじゃない。読み方が分かんないよ、こんなの。でも6はブレないから、絶対6はブレないから86でしょ。86セント。どうだ、お金持ちだろ。やるな。もう次は行くぞ。駐車切符行ってみようか。9月21の10時34か。駐車違反の切符。さすがだな。はあ、じゃあ切符を切られた時刻は10時34分でしょ。覚えてるから。午前10時34分。やるね。これやばいよな。確かにそうなるよ。なかなかやるね。でもまぐれの可能性もある。まぐれではないよ。車のキー。簡単すぎるだろう。じゃあどんなキーホルダーだ。パンダみたいなやつ。ピクセル、ペンギン、パンダ。かわいいロボットパンダのキーホルダー。あ、ロボットなの。当たり、やるじゃん。全世界よ。これ4ドル6セントとか当てれるわけないけどな。あ、だからドルってあれか、シェーか。そういえばマジかよ、首のあたりに鳥肌立ちまくったぞ。そっか、ドルは普通あれか、シェーか。ちょっとバカ出ちゃったな。バカ出ちゃった、恥ずかしい。クロエ、テーブルから物をどけなさい。はいはい。
クレオもじゃ適当に返してたんだね、今の反応的に。料理はどうだい？昔より美味しい。そりゃあよかったよ。昔より美味しいって褒め言葉か。そうだね。にしてもさっきのはやばかった。もっと見せてよ。で疲れるんだから、頭痛くなるんだから。未来を予言してあげる。マジかよ。これから店の中で起きることを全部覚えておかなくちゃ。きつ。クロエをびっくりさせてやるんだ。まず母ちゃん行きます。ちょっと、あ、またマグ終わったのか。おい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 、おかわりなしだよ。本当だよ。くそ、呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。相棒はどこ行った。パトカー。喧嘩なら外でやりな。ああ、二人が喧嘩したんだ。いらないわよ。パトカー二人喧嘩。マグカップ落とす。あ、トイレ行ったね、一人。あ、さっきのゴミみてえな曲に比べたらずっとマシだ。このジュークボックスもついにガタが来た。ジカタが来る。何もたもたしてるんだ。あ、オッケーオッケー、戻ろう戻ろう。いやいや、覚えましたから。私は話しましょう。これから30秒くらいの間に。あ、4つちょうどいいね。覚えていくから。4つ予言してみせるね。任せてくださいよ。おばさんがお皿をする。警察官グラスを割る。トレバーがグラスを割る。トラック運転手はマグを割る。トラックの運転手がマグを割っておばさんが怒る。そうだね。それでその次はパトカー。警察官が無線に応答する。警察官が無線を無視する。知らな知らな知らな。無線に応答してなかったっけ。無視してたっけ。わかんねえ。いやー、そこパトカーが鳴ったとこしか聞いてねえな。無視しよう。警察官に無線が入るけど無視してドーナツを食べ続ける。この世界観的に無視しそうじゃん。それは見ないとな。あとはジャスティンとトレバーが殴られる。おばさんが喧嘩を止める。ジャスティンとトレバーが喧嘩しておばさんが止める。面白くなってきた。次は。いや、もう覚えてないよ。ゴキブリンジュークボスをジュークボックス。曲変えたのかな。じゃあ曲変えに行ってたでも、あいつゴキブリとか知らないよな。で、とりあえずやってみようか。トラックの運転手が曲を変える瞬間、ジュークボックスが暴走する。そんなバカな。絶対失敗する。絶対失敗するけど。見てみようか。まあ、一発目は合ってるね、一発目は。またマグ終わったのかい。ま、たこう、次ミスるって絶対、警察官自信ねえもん。呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。相棒はどこ行った。違ったね、マジ。喧嘩なら外でやりな。こいつが先に。知らないわよ。すごいな。これ待って、これあれか、全問正解じゃないか。ゴキブリだな。オッケー、戻ります戻ります。はい、失礼します。これ完璧でしょ。相棒はどこ行ったね。これからオッケー。あ、相棒。マグはある。トラックの運全問正解してやるよ。その次は応答した。相棒に置いてかれる。で、呼び出しかよ。ち、相棒はどこに行ったって言ったから応答するかな。警察官に無線が入って応答する。なるほど。そうだよね、そうだよね、そういうことだよね、多分。で、喧嘩止める。ジャスティンとトレバーが喧嘩しておばさんが止める。そうだね。面白くなってきた。次はゴキブリなんすよ。見ちゃったから俺は。ゴキブリが歩き回ってジュークボックスが暴走する。そんなバカな。とりあえずどうなるか見てみるか。警察官の反応が微妙すぎてわかんねえんだけど。応答した結果、ち、相棒はどこ行った。だからさ、よし行くぞ。はい、またマグ終わったのかい。まったく、おかわりなしだよ。で、くそ、応答入ったね。朝飯はお預けだ。相棒はどこ行った。違ったね、マックス。は、喧嘩なら外でやりな。ちょ、あれ違うの。相棒はどこ行ったって別に音に出てんじゃん、あいつだって。これから、は、
マグあったでしょ。ごめんね、何回見せて。で、それで相棒に置いていかれるってことじゃ。警察官に無線が入って車に乗ってる相棒が彼を置いてっちゃう。そう読み取れないよ、そんなの。それは見ないとな。窓見ればよかったのかな。じゃあジャスティンとトレ、これで面白く、でゴキブリでしょ。ゴキブリ、さあ見てみよう。あ、視点が違うぞ。全問正解やったらこうなるんだ。視点がちげえもん。もう正解だわ、こんなの。またマグ終わったのかい。さすがママ。おかわりなしだよ。くそ、呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。相棒はどこ行った。当たりだな。ガキが悪さでもしたか。わかんねえよ、それだけじゃ。相棒喧嘩なら外でやりな。こいつが先に。知らないわよ。チワ喧嘩みたいだな。無線に応答するもん、まるでしょ、全然。マックスのゴキブリまで当たった。偉大なるマックス様、お見それいたしました。この力はおもちゃじゃないんだよ。そうだよ、ちゃんと考えて。おもちゃって考えそうじゃん、お前。だってさ、誰かをぶん殴ったって時間を戻すだけでなかったことにできるんだぞ。はしゃぎすぎ。私にもいたずらしたんじゃ。何もしてないよ。してない、してない。まさか本当に時間を巻き戻せるなんて。いろいろ試さなきゃ。何すんの、やめてよ。厄介なって絡まれたな。ハックスがそれ言う。ちょっと鼻血出てるよ。ほじりすぎた。おい、大丈夫か。興奮しすぎたかも。クロエがあまりにも。これはあんまあれじゃない、綿使う副作用じゃないの。ここからはおんちゃん、もっと見せてよ。いい場所があるんだ。私に任せなって。はいはい、わかりました。食べて食べて、食べきってよ、ちゃんと。おい、食べろよ、お前ら。食べきれ、おい。片付けられてる。おば、あ、こ、なになにこれ。食べようぜ、ちゃんと。おい、残すんじゃねえよ、おい。え、の、サラメもいけそうだ。おばさん残しちゃうよ。おばさん。まだ腹に余裕が。準備はいい。冬眠前の動物みたいだな。出なくていいよ。今はそんな場合じゃないだろう。ほら、ママに捕まる前に行かないと。同級生のケイトからだ。なんだよ、私には一度も電話しなかったくせに。毎日会う同級生には優しい。じゃあじゃあ電話来たら出ないと。電話に出ればいいじゃん。別の連中とつるむよ。そんな、そんな。いやいや、これは分岐？これ分岐かな、ついに。いや、なんだかんだ収束するじゃん、このゲーム。こんなのもう無理やって。こんなの、これ経緯とかクソしょうもないこと言ってどうすんの？布団が吹っ飛んだって切られたらどうすんのよ。でも俺、現状クロよりもやっぱケイトちゃん優先したよな。でよ。ケイト、どうしたの？おい、私はほったらかしかよ。うんうん。でもお母さん来てたから大丈夫だよ。あ、なほら話してるもん。うん、絶対に。約束する。信じて。宿題でもやって気を楽に。今話してもしょうがないから、後で電話するよ。いるもん。なんだよ。ケイトといる方がいいなら好きにしな。バカ言わないで。クロエと一緒にいるから。まあいい。俺さ、やっぱあれじゃない、基本的にクロエを捨てた方がいい方に転ぶんじゃないの。ちょっとクロエの機嫌はあんま良くないけど。私のせいでクロエとおばさん喧嘩してたな。いやでもこうケイト出なかったらまずい気がすんだよな。あ、ここでセーブするかな、そろそろ。誰だ？あ、あいつじゃん。誰かわかんないやつじゃない今の。あいつじゃん、誰かわかんないやつってもおかしいけど。あ、どうしようかな、場面変わったし。これだったら間違いなくセーブされてるから。ちょ、ここら辺で一旦終わろうか。じゃあ。初めて、ちゃんと やれるからさ、次回から。何ここ、なんでここに来たの？待ってってば。遅いぞ。なんかやるたびに怒られてる気がする。だったら怒られるようなことしなきゃいい。さて、別荘へようこそ。いいとこだろ。はいはい、的だね。クロエにぴったり。しかし親友と再会できた上超能力者になってるとは。すぐ元に戻るかも。
だから今のうちに遊ぶ。何すんの？でも僕超能力で遊ぶのめっちゃむずくない？これどうやって遊ぶ？その銃、デビッドから盗んだんでしょ？この町の住民はみんな武装してるの？危険な奴がいるからこそ私も銃を持つんだよ。そんな革命家みたいに言われても。マックスの力こそ革命だよ。だから使い道を見極めなきゃ。まあそうだな。飲む？いらない。おこちゃまだな、全然変わってない。かっけえな、クロエ。てか、まず君を5本集めてよ。ファッションかっけえな。見ながら。危ないよ。大丈夫だって。空き瓶を5本な。よろしく。あれどうしよう、これ全員多分次回も多分普通に始まるわ、このムービーから、まあ、とりあえず今回はこれぐらいで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。ウェルス校長は何を考えているのかよくわかんない。なんでか知らないけど、私いつも校長先生に目をつけられている気がする。私が何したっていうの？今日も廊下で何をしてた？でしつこく聞かれてドキドキしそうしてうまく答えられなかった。トラブルを起こしたから奨学金を取り消されちゃうから、起こしたら取り消されちゃうから校長先生の前ではめちゃくちゃ緊張する。他の生徒とか先生たちとは楽しそうに話してるから、やっぱり私目をつけられてるんだろうな。それと校長先生はちょっと疲れ気味みたい。問題児ばっかりの この学校を管理しなきゃいけないんだから無理もないとは思うけど、お酒の匂いがしたような気もするけど多分香水だよね。初めて校長室で面接を受けた時はすごく優しくて、特別な世界に受け入れてもらえたって気分になったのにな。将来は素晴らしい写真家になってブラックウェルの未来に貢献してくださいって言われたっけ。そんな日が来るとは思えなかったけど、それでも嬉しかったな。とにかく校長先生の前ではおとなしくしていよう。なんとか信用してもらわないとね。